で、1962年なのニール・セダカさんの曲で、これなんかあの、秋田で、そうですね、昔秋田であのテーマソングで書かれた、今カレンダーがあるかもしれないですけど、まあ、最近は飾ってないですね、ですね、はい、でも最初秋田で聴いてこの曲いいねって言ってたんですけど、ハッピーバースデースイートスクスティン、素敵な16歳